はい、じゃあ続きやっていきますか。じゃあね、またね、タオコシをしますか。始めるか。じゃあとりあえず取り除いて、じゃああれだよね、耕すんだけれど、たくさん水入れないといけないんだよね。その火山灰をなるべく押し流すために、これ先に水入れた方がいいのかな。田んぼに水を入れよう。じゃあまあ水が溜まるまでちょっと雑草じゃねえや、山菜を取ってね。どのくらいいければいいんだろう。こっち行けないんだよね。行ける場所がすごい限られてるんだけど、さて、じゃあやりますか。みなみと水を張ったぞ。よし、始めるか。じゃあそうだね、端っこから、基本端っこからだな。基本端から順に、まずはなんだろう、縦方向にね。このね、地道な作業がね、割と楽しいんだけど、多分見てる人からすると、てか多分早送りなんだろうなーってまあ毎度早送りしてるんだけどね。まあやるからにはね、やっぱりめちゃくちゃ綺麗に葉起こしして、完璧な、もうあれ火山灰降ったっけみたいなぐらい完璧な田おこしをね、披露していきたいわけですが、ただね、やっぱサクナの力がね、なくなっちゃってるから、なくなってる割にめちゃくちゃ早いんだけどね、田おこし。はい、じゃあ一周してきました。次はね、外側から内側にぐるっと一周して、内側に攻めていく。これをすることによって限りなく 100% に近づけるというね。もうこれ以上のことはないんじゃないかっていうぐらいの田おこしをね、見せつけないと、世の視聴者に。あ、なるほど、田おこしっていうのはこういう風にするんだっていうね、一つのね、指標として、まあ学んでいただければ、まあ参考にしていただければ、まあ、私田おこしのプロフェッショナルですから。これ以上ない田おこしをね、皆さんに今見せてますからね。田おこし、いつもなんか 100% になってないけど、こういう風にすれば田おこしは 100% できるんだ、みたいなね。そういう動画をね、作っていきたい。なるべくね、これからサクナ姫をやる人にとって、有益な情報をね、まあ、ここまで見て、こんな終盤まで見て、ね、じゃあやるかっていう人なかなかいないけど、だってもうね、最終盤みたいなところあるから。さて、もうぐるぐるしまくって、もういいでしょ、もういいよね。よし、完璧、十分じゃろ。よく耕せたと思うぞ。ほらね、これよ。いかがですか、いかがですか。もう行ってほしいところですわね。もう行って加えますか。灰といえば、そもそもヤナとは火山の王妃、今の我々にとっては何の変哲もない山でも、昔は火を吹いたと伝えられることは珍しくありませぬ。いずれの地もその灰を受けてきたのだとすれば、何故に
作物が育ちやすいところ、そうでないところに分かれるのでしょうな。わしが知るわけがなかろう。確かに一度でも灰をかぶったら取り返しがつかないのであれば、二つ世のどちらでも全ての作物が育たないはずですね。ああまあ確かにね。そうでないわけは、仮に、いえしかし、つまり心はどうした？心はここでいつまでも立ち尽くしていても線がないのではないか。うん。あ、すみません、私考え始めるといつも。まあ頭はいいからね。嬉しいぞ、わしらのためにそこまでしてくれて。親友だからね。まことにありがたきことでござりまするな。そのために来たみたいなもんだからね、ここがね。じゃあそのさ、なんか BL を見つめる腐女子の笑い方やめて。それでは私は一度都に戻ることにいたします。帰るんかい、お前帰るんかい。田起こし見て帰るんかい。御所蔵を頼れば何か見えるものもあるでしょう。あ、なるほどね。そうか、わかった、用心して帰れよ。うん、気をつけれ。なんだこれ、めっちゃ払わないといけない。命の顔払う、技の顔払う、めっちゃカー払うね、めっちゃカー払うじゃん。あ、ワンコ、よしよし、ワンコ、はいよ。じゃあ種もみ選別するか。種もみあるんだよね、一応ね。泥を使ってみよう。うん、じゃあいつものようにドバドバって入れてぐるぐるして、このね地味な作業をね繰り返していい米ができるわけですよ。これさ、何回かに分けた方がやっぱりいいのかな。これ難しいよね、加減がね。その1回で終わっても同じなのか、こう何回かに分けて少しずつやった方がいい感じに選別できるのかがいまいちよく分かってない、うん、ここはね完全にねもうその日のノリその日のノリと勢い、ノリと勢いって大事じゃん、やっぱり。何をするにもさ、やっぱノリと勢いって大事だから。俺の人生、なんかノリと勢いが9割占めてるみたいなもんだからさ。ほら、OK じゃない？だいぶ。よし、OK。こんなところか。こんなところです。少し沈んだか。あ、品質は6割ぐらい。とりあえず薄巻きでいいでしょ。うん、いやもうめっちゃよぐ。おお、足雲ではないか。足雲とは治ったかな。もう治った、すっかり良くなった。早くない？ミルテの手当てが効いたようだ。そうかそうか、よかったの。それで何か用があるんだろう。あ、そうね、東の森の周辺で、うんうん、我が足蜘蛛族のヨモツガミがうろついているようだ。ああ、あの骸骨兵ね。今のところ害はないが、カッパたちが怯えている。カッパいたね、そういえばね。またか、火山におったやつなら確か火の海に沈めたはずじゃが。うん、それで足りなかったとなれば、キャツは火を司る位い高いヨモツガミであったことになるか。火を使う、火を扱えるの。そうか、ヤツはヨモツホムス、ホムス死の炎で死者の恨みを紡ぎ新たな死を作り出す。死の連鎖、その力、大水地にも比類すると言われるほどの強大な自然神ですぞ。なんでいるのそんなやつ。おいおい、この島は一体どうなっとるんじゃ。いくつもおってはたまらんぞ。ねえ、しかしあやつはそんなに強くはなかったような。すでに大水地の支配下にあるこの地では、後から来た火の神の力は弱まります。今のところ筋は通っております。なるほどなるほど。すまんな足雲よ、
よう教えてくれた。よう教えてくれた。いや、どうということはない。カッパどもやこの峠に類が及ばんよう、森を改めに行かねばの。元凶立つってもさ、元凶立てるんですか。帰る。どうだろう、これ汲み取ってさ、肥料作っといた方がいいのかな。てか肥料作れんのかな。あ、一応琥珀はあるんだ。いやだけどこの琥珀の量じゃちょっと無理だね。あ、これでギリって感じか。ちょっとあれだね。とりあえず一旦寝るか。一旦飯食って寝よっか。だけど、飯食うっつってもね、あれでしょ？みんなどこで寝てんの？みんなどこで寝てんの？まあいいや。おいたわしや。一時とはいえ、他を壊されたことで、おひいさまの力が大きく失われてしまったようですじゃ。それは、かと呼ばれるもの。清め払うには失われたお力を他に戻さねばなりません。北条の力はおそらくはこの島のあちこちに飛散したと思われます。まずはそれを探しましょう。あ、なるほど、そういうこと。小さくても家がある、嬉しいです。私は神とみんなに感謝します。何か食べるますか。普通にご飯あるじゃん。いただきます。普通にうまそう。見る手はダルカという国にも行ったのであったな。ナディートよりもさらに西にあるのか。いや、ダルカはナディートとベンタニアの間にあります。森と戦った国じゃったか。そもそも森と人がどう戦うんじゃ。妖精。妖精。ヤナトで言えば鬼や妖怪に似たものが森を守っていたといいます。ダルカは黄金を作る国とも呼ばれる。他のどの国よりも不思議な術が多いです。黄金を作る、まさしくそれは術と呼ぶにふさわしいな。さしずめ錬金術といったところか。等価交換ですね。ダルカの町ではゴーレムという人が作った生き物が働いています。それマインクラフトの世界ではなく。私はこれにすごく驚きました。ベンタニアにも魔法使いがいると聞きますが、一度も見たことがありません。ダルカでは魔法使いはたくさんいます。心はもう勝手に動くからくりを作っておったわ。そのゴーレムとやらもあのようなものなのかの。仁義で劣る麓の世でそのようなものを作るとは、人の子でありながらなかなかのものじゃ。ダルカでは他に何を見た。どのような国であったか聞かせてくれ。いや、ダルカは砂漠と海に囲まれた狭い国ですが、町は豊かです。場所によって暑さ寒さが大きく変わるので、風邪をひく旅人が後を絶ちません。アムルの森は春夏秋冬が一度に見られるところもあるそうです。すげえなそれな。そのようなところ頂きの世でもめったにないぞ。放っておいても神器がより集まるような得意な地なのやも知れませぬな。料理はベンタニアと似ていますが、ダルカの人はお酒が大好きです。そうです、ゴーレムを作る道具でついでにお酒も作ると言ってました。同じものでスクレスヤカヤ。ちょっと名前がすごいんだよゆいちゃん。なんだかお金っすよな。道具ってのは考えもしねえとこで違った使い道が見つかるもんだ。
ダルカもナディートと同じアルカという教えを信じています。私たちは復興はできませんでしたが、王様リスティンには会えました。若くていい王様のようです。国のみんなが幸せになれるよう頑張っていました。そういえば私たちと入れ替わりでお城に来た女の子、リスティンは彼女を妖精と呼んでいました。とても可愛いという意味だと思いましたが、あの国ならもしかして本当に怪しげな術がごく当たり前に使われている国であれば、人外の往来があっても不思議ではないか。リスティンはその女の子が大好きみたいでした。あら、トリコですね。小さくてとても元気、私も可愛いと思いました。まあ俺も小さくて可愛い子は好きだけどね。何故かは分からんが、その話を聞くと鳥肌が収まらぬ。おらもえ、あーごめんなさい、ちょっといや俺も反省しないといけないな。ごちそうさまでした。多分俺がストーカーみたいなことしてたのちょっとバレちゃったかもしれないな。すげえこぎ方したな。アンズごとね。アンズごとね。カイマル、泣きたくなったら拳ば握れ。え？そりゃええってなるわ。だっちゃ。でな、一番綺麗なやつの顔を思い出せ。おいで涙は止まる。あー。ぐっす。ふい。ダメみたいだっちゃ。おいらはこいでいつもなんとかなるけんともな。カイマルには、カイマルのやり方があるんでねえかや。おいらは、おいらのやり方しか しゃねえぞ。気負わず、いろいろと教えてやってくれ。カイマルはまだ幼い。キンタのやり方もあると教えるだけでも理があるであろう。どういう意味だ？今は分からずとも、何年か経ったある日、ストンと腑に落ちることもある。先人の教えとは、そういうものだ。ほいなものか。深い。深みの境地。じゃあ、ちょっと深みの境地いきますか。田んぼから水を出すんだな。違う違う違う。田植えはまだできないかな。ちょっと中見てみるか、一応。あ、まだ全然あれだね、伸びてないの。なんなら伸びてないわ。芽が出てない。ぐんぐん伸び後の以前の問題だった。じゃあいきますかね、とりあえずね。うわあ、なんかすごい光ってるよ。じゃあちょっと行ってきてもろて、行ってきてもろて。どの辺がいいかな。それではゆいちゃんも行ってきてもろて。行ってくるよ。じゃあこの辺から行きますか。この光ってるところに、なんかあのなんちゃらのカーっていうのがあるでしょ。どの辺にあるんだろう。わあ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 、どうした。ホームランシュー。別にわっち何もしてない。これか。おお、豊穣の体力ゲージ。
そういうことですか。こうやって何少しずつ集めていく的な感じですか。ちなみに北条の体力って何？肥料として他に施すことで再び、あ、なるほどね。じゃあ、あの肥料に入れないと意味がないのか。光ってますね。おお、北条の満腹。北条の満腹手に入れたよ。なるほど、こうやって少しずついろんなところに行くんだ。で、この常世の炎樹草っていうところはまだちょっと行けないね。ちょっと怖くて行けないです。はい。じゃあもうどん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 行きますか。いいね、なんか昔行ったところをもう一回行く理由があるっていうのはいいね。あったーん。はい、じゃあ次。まあ、もうどん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 取りに行けばいいってことでしょう。あーあー、あった、あったー。オッケー。じゃあ傍受の湖どんどん取るよ。もう敵ガムシでどんどんどん取りに行きます。あー、こういうとこあったな、そういえば。うわぁ、ボス倒さなあかんやつか。よし、この奥ですな。 OK。 空腹状態になっちゃったけど大丈夫かな。あと何箇所くらいある？ 1,2,3。 はい、4,5,6,7。 あー、結構あるね。ちょっとどうしよっかな。行けるとこまで行こっか。ちょっと仕事をさ、田んぼを読み、違う、田んぼ、これにしておこう。ああ、まあだけどそんなあれか。これ石当たるやつやん。お、黒曜石3つ取った。あったーん。ふう、いいね。よし、じゃあ戻りますか。俺に戻りますでござりまする。お、いいね。ワン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 、はいはい。あー、装備とかも作れないのか。あ、田植えできるね。じゃあ飯食いますか。いただきます。いきます。ごちそうさま。